そうだそうだ、うっかりしてたわ。ソフィーちゃん、教えてほしいことがあるんだけど。ソフィーちゃんが暮らしてる時代ってどんな感じのところなの？え？私の住んでる時代ですか？そうそう、どんな国があってどんな事件や災害があってどんなことが流行ってるのかとか、もう何でもいいからとにかく教えてほしいの。あ、言っとくけど結構時間かかるわよ。なるほどね。ありがとうソフィーちゃん、いろいろ聞けて本当に助かったわ。長い時間拘束しちゃってごめんなさいね。あ、私もまさかここまで長い時間質問されると思いませんでした。おかげで抜けていた歴史の空白が3つくらい埋まりそうだわ。どうしてこんな質問したんですか？それに歴史の空白ってどういうことですか？いろんな時代の人たちが集まるから、その時代の話をできる限り聞いてまとめて歴史の資料を作ってるのよ。え？でもどうして？私の趣味を、こういう情報をまとめるの好きなのよね。なるほど、だからカティさんいつもと違って生き生きしてるんですね。ああ、そのいつもっていうのはもしかしてここでぐうたらしてる私のことかな？はい。いや、そんな強く肯定しなくても。まあいいわ。お店終わったらゆっくりと今の話をまとめないと。今夜は楽しくなりそうね。